チワン族の事物全般、あるいは歴史、言語、文化に関する学問の総称であり、一般に中国に住む学者と中国以外に住む中国人以外の学者による地ン族に関する学術研究を指す。中国歴史学者、文化人類学者高原が1957年に構成地ン族略史を表して地ン学の学問として成立した。 したがって、一般に、起源を、治安学の開拓者とする。治安学の対象とする領域は当然のことながら、極めて広く、一般に、治安族の古文化を研究する分野と、治安族の現代化的側面を研究する、現状分析的な分野に対別されると考える、人は多い。もちろん、この二領域はそれぞれ歴史学、言語学、文学、政治学、 経済学、社会学その他の学問分野における研究に分化している。治安学を前者の古文化的治安学に限定すべきであるという見解もあり、この場合、校舎の現状分析的治安学は少数民族研究の一部門としての治安族研究と称されることになる。しかし、両者の間に明確な境界を引くことは実際のところ困難であり、 一般には、治安学の名により、上記のに領域が含意されている。治安族に対する見聞、知識、情報の蓄積は、近代以前から見られるが、それが、治安学という独立した分野あるいは、学科のもとで一括して制度化されるようになったのは20世紀50年代から90年代にかけての時期であり、そういう意味で、治安学は、 極めて現代的性格を持つ学問であると言える。チワン族が、壮大以来主に同カブル、などと呼ばれ、中華人民共和国の成立前には、チワン族が、中国の少数民族として、長期的な民族差別を受けた。中華人民共和国成立後は、カブル族に統一されたが、カブルには、わらべ、しもべなどの差別的な意味があるため、1965年に、 相族と解消された、日本では相族とも言うが、一般的には漢字を使わず、チワン族と呼ぶ。こうした時代を背景に、チワン族出身の起源は、厚生チワン族自治区で歴史的に蓄積されてきた、チワン族の言語、民族、文化を研究、交渉し、主に、漢民族の文化との対比を通じて、 その学問的意義を論証する研究分野を開拓し、漢民族に対する自己認識の確立を促した。高原は、1951年から1981年まで、何度も、学術の伝や調査組を組織し、学生に連れて、喧桂二章の少数民族の地区に入って、 広範な学術の調査の活動を展開し、大量貴重な資料を獲得した。高原は、これらの調査資料と、歴史的な資料に基づき、1957年に、厚生大新地湾族調査資料と、厚生地湾族略史を書いた。高原は、その著述の中で、地湾族意識を推進する一方で、学問的には、 文化相対主義と呼ばれる観点を提唱している。一般に、地湾学の学問誌あるいは学科誌は、この期限の、高生大新地湾族調査資料と、高生地湾族略誌の領書が出版された1957年を、境にして、地湾学という独立した分野を確立とし、地湾学発展のための刺激にもなった。したがって、高原は、 チワン族歴史上の最初の歴史書、公正ワン族略史を表したことによって、チワン学の父とも呼ばれる。また、一方でこれらの調査に基づき、公元を代表とする公派が徐々に形成した。この公派の姿勢はこの文献をもとに、官民族中心主義的な理論化を行った、進化主義への反発から来ていると言われ、公元らは、 このような進化主義的立場にこうして、それぞれの文化は、それぞれの価値において、記述、評価されるべしであるという、文化相対主義を主張した。この規派では、文化相対主義の概念を用いて、方眼的なアプローチを取り、チワン族の歴史や原始社会制度、言語、文学、民族、物質文化といった多様な要素からなる抗議の文化に、焦点を当て、 チアン族の固有歴史と文化を記述することに専念し、チアン学研究を進めた。1958年には、厚生師範学院に最初のチアン学学科が設立されている。高原のチアン学研究は今日、中国国内におけるチアン族のあるべき地位を論考し、提唱する民族平等の思想的根幹として確立され、現在に至っている。 高原が、チワン族の固有歴史と文化の論拠を求めた学問は、現代の最重要著述、公正チワン族略史の研究に始まり、歴史学、文化人類学、言語学、人種学、宗教学、神話学、考古学、民族学、文学などと多岐にわたる。学際研究が重要視される、近年の諸科学の数勢に鑑みるに、 光源のこのような研究は、総合科学の先駆をなすものとして、再評価する向きがある。1978年に改革開放後の新しい、時代の比較的な、自由な学術環境の到来に従って、治安学研究が、徐々に盛んになった。20世紀80年代の1980年には、光源の時期で CKO だヤから教授が、 チワン語略詞を表し、1983年には、高原の遺書、ワシサトシダカが、観光、1984には、厚生少数民族言語文字委員会によって、編集された、漢チワン辞典と、チワン漢辞典が、観光、1985年には、池尾大垣教授の名著、チワン語文法の研究を、観光、1986年には、 高原の弟子大用和がおむ、修作秋、工場青羅教授の名著、チワン族文学史を、刊行1988年には、高原の遺著、チワン族通史が彼の時期弟子、長和民、工場喜び教授によって整理し、厚生民族出版社から出版された。1989年には、コチワンアザ辞典が刊行した。特に1991年に、 厚生地湾学学会の成立に従って、地湾学が一層進行した。1999年に、厚生地湾族自治区竹なる県で開催された第一回、地湾学国際シンポジウムは、地湾学研究の国際化のシンボルといえる。総じて、地湾学の担い手は、学者、研究者に限られたものではなく、厚生地湾族自治区と、 雲南省分散軍さチワン族ミャオ族自治州に関わる、すべてのチワン族知識人に開かれたものである。歴史と文化的研究にのみならず、政治、社会、経済、法、自然環境など、入り口は多くあり、チワン族と、漢民族、タイ族、トン族、ミャオ族、ヤオ族、チワン族から世界を考えることのできる分野である。うちの年代は、設立年。 1956年8月に、高原は、厚生少数民族社会歴史調査グループを創立することに参与し、そのグループの副組長検知ン族グループの組長、実際は全組の学術の調査の仕事に責任を負って、有志以来第一回厚生の全面的大規模的少数民族の歴史と伝統の文化の調査を指導し、グループを率いて、 カツラニシチワン族自治州が管轄した5つの選区、二つの市、五十二の県、一つの自治区など少数民族の地区に入って、後半に社会歴史調査を行って、資料を収集し、多くの貴重な資料を得た。このすべては、チワン族の社会歴史、文化の全方位深く研究のために基礎を打ち立てたこと、厚生民族研究所の創立とチワン学の研究と、 発展に条件を想像した。この後に、厚生民族研究所が、この、厚生少数民族社会歴史調査グループをもとに、して設立され、また、治安学研究機関の中では、歴史が、最も古いものであり、治安族全般に関する資料収集や、調査研究を行った、治安学研究機関である。当初のメンバーのほとんどは、 厚生少数民族社会歴史調査グループのメンバーであった。ありがとうございます。